ネズミギス目は、甲骨魚類の分類群の一つ。3アーモク4カ7属で構成され、サバヒーネズミギスなど37種が記載される。本目は濃いメや生詰めがところ属する骨氷上目の中で、最も原始的なグループとして位置づけられている。ネズミギス目を構成する4カのうち、サバヒーかネズミギス科の6種は、海水魚で日本周辺を含む熱帯から、 温帯の海域に分布する。クネリアア目のニカはアフリカ大陸の河川に分布する淡水魚である。ほとんどの種類はあまり利用されないが、サバヒーはフィリピン・インドネシア、台湾などで養殖魚として古くから食用にされている。ネズミギス目は濃い目、生爪カラシン目などと同じ骨氷雨に属し、共通の特徴として浮き袋と内耳を連絡して、 音を感じるための器官を有する。ネズミギス類の同期官は、第一から三椎骨が変形して生じたもので、他の骨、氷類に見られるウェーバー器官よりも、原始的な構造を残している。このことは、ネズミギス目が、他の骨、氷類と裂け目及び二芯目とをつなぐ、系統的に中間の位置にいることを示唆している。ネズミギス目魚類は一般に口が小さく、顎の歯を持たない。 空気呼吸に利用できるウェーラ器官を持ち、浮き袋の有無はがによって様々。背びれは一つで、体の中央から後方より認知し、腹気は背びれと体ありする。頭頂骨は小さく、ビ骨は5から7枚の板状で、眼下長頸骨及びあと、ギサ骨を欠く。ネズミギス目には、ネルソンの体型において、サバヒア目、ネズミギスア目、 クネリアアモクの3アモクのもと4か7属37種が認められている。本名の分類は化石と原生種とを用いた分岐学的手法に基づいている。アプヤリクシース属やレッキクシース属など白亜紀に反映したと見られる多くの絶滅属が知られている。サバヒー科の全滅種。本属の化石はブラジルと赤道ギニアから出土しているサバヒーアモク。 チャノイデイは一回一族一種。原生種としては、サバヒ一種のみが含まれる一絵型である。白秋前期の地層から、本亜木に属する数種類の全滅種の化石が発見されている。サバヒイカ、編集、サバヒイカチャニダイは一族一種で、原生種としては、サバヒイシャノスシャノスのみが所属する。牛乳のように白い肉の色から、ミルクフィッシュという英語名を持つ。 体長1メートルを超える大型の魚類で成長も早いことから、東南アジアでは古くから盛んに養殖が行われ、重要な食用魚となっている。生魚になるまでに、寄水域で過ごす時期がある。浮き袋を持つ、ネズミギス属の一種、オーストラリアニュージーランド近海に分布する、ネズミギスアモクゴンリングコイリーは一か一族からなり、五種を含む、糞が尖っており、 一本の短いヒゲを持つ。浮き袋を描く。ネズミギスカ、編集。ネズミギスカゴンリングキリーは一族五種。インド太平洋の温暖な海に分布する。クネリア族の一種。アンゴラのクネネ川から知られる種類クネリアア木。ネリーディワニカゴ族三十一種で構成される。アフリカ大陸の熱帯域に生息する小型の淡水魚で、日本には分布しない。浮き袋を持ち。 空気呼吸に利用する種類もある。クネリアカ、編集、クネリアカネリデイは四属三十種を含む。口は下向きで、上顎が前に突き出る。ネリア、パラクニリアの二属は、鱗と側線を持つが、他の二属にはない。属の分類は研究者間で意見が分かれている。プラクトライムスカ、編集、プラクトライムスカフラクタルミデイは一族一種で、フラクタリマスアンソージーのみが記載される。 アフリカのニジェールデルタ及びコンゴ川水系に分布する淡水魚である。浮き袋は多くの小室に分かれ空気呼吸に適応している。ありがとうございます。